皆様こんばんは。ご紹介いただきました県議会議員の中野哲郎でございます。第50回衆議院議員総選挙が公示されました。この衆議院大分県第2選挙区の自由民主党公認は江藤誠志郎候補であります。今回江藤候補は14回目の衆議院選挙を戦うことになりましたが、その第1回目は先ほど井上副議長のお話にあったように昭和58年の12月の総選挙でございます。ただその際に江藤候補はすでに副町長2期6年そして参議院議員1期6年の経験を持って衆議院に挑戦をされ見事に初当選をされたのであります。以来13期41年にわたり内閣にあっては農林水産政務次官、防衛庁長官、そして省庁再編後の外務副大臣、衆議院にあっては大蔵委員長、予算委員長、決算委員長を歴任されて、その確かな政治力を積み上げてきております。そしてその確かな政治力が、この十数年来、北で立て続けに起こった災害対応にフルに活用されたことは、皆さんもよく分かっていらっしゃると思います。そして現在日田市では日田市の大動脈ともいえます国道386号三郎丸町の被災という大きな問題を抱えております。この一日も早い復旧にあたっても江藤候補の力が絶対に必要であります。これまでの経験に裏打ちをされた財務省や国土交通省との太いパイプ、これを働きかけて一日も早い復帰を目指さなければなりません。厳しい戦いではございますが、この選挙何としてでも勝ち抜いて、そして勝ち抜いた暁にはこれが政治生活の集大成となると思いますけれども、石破総理の良き理解者であり相談者である江藤候補をフル活用して、この日田市の発展向上、大分県の活性化、市政と県政と国政をつなぐ大事な仕事を江藤候補に託そうではありませんか。厳しい12日間ではありますが、本日お集まりの皆様と力を合わせて心を合わせて戦い抜くことを誓い申し上げまして、ご挨拶いたします。頑張りましょう。